おはようございます。今日は、寝坊してしまったので、今日は、1月の8日水曜日ですね。寝坊してしまったので今日は1本8時、7時1分のやつの1本、あとは8時16分のやつで熊本行きから乗り換えて大学行きたいと思います。ちなみに、昨日ですね、投稿できなくて申し訳ございません。役所行きの折り返しが、今回乗車する、普通列車や鳥栖行きと、後ろより2両が、長洲行きです。この列車は、一度紹介したことのある、列車ですので、乗車します。はい、ということで、大学に着いたんで1時間目頑張っていこうと思います。はい、授業が終わったので昼3時じゃあこっちじゃない、昼休憩になったんで、今日は学食は人が多いんで、今日はカフェに来て、今日はエビカツバーガーと今日はデザートですね。はい、ということで食べ終わったんで3限目の授業に行きたいと思います。はい、ということで今日はやめろで、これ、今日はサークルの活動があったんで、今日は夜遅くに帰ることになりました。じゃんということで、水曜日編の動画でした。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。